僕が考案して、メッツから発売されている、ストロークトレーナーですね、ストロークの矯正とあとは錯覚ですね、矯正をやる道具です。使用方法はですね、この球先に取り付けてストロークして素振りストロークしてみるんですけども、まっすぐ触れていないと同時に球が回転してしまうので、こういう感じでこうストロークトレーナーが傾いてしまう。右に出したらこうなっちゃう、左に出したらこうなっちゃう。これが傾かないようにストロークできれば同時に球もまっすぐ触れているということですね。テイクバックでもずれないようにまっすぐストロークしてまっすぐ出す、はい、で同時にですね、この高さが3種類ありまして、ちょっと横からですね、まずこの高さは下の胴体の高さになってます。で今度反転させて、こうすると今度は中心の高さ、今度はこうすると今度は上の胴体の高さですね。そうすることによって下の胴体を水平にストロークする感覚、真ん中の胴体を水平にストロークする感覚、上の胴体を水平にストロークする感覚ですね。この3つが身につきます。でもう一つですね、ここに手玉の幅と同じラインがついてます。でそのガイドを合わせて構えて、これがちゃんと中心に見える顔の位置を探してあげることによって錯覚の矯正も同時に行えます。はい、でこれを使った練習方法なんですけど、まずは普通にこのストロークトレーナーが回転しないように実際ショットする感覚で、1、2、3、4、5というような感じで、練習する。もう一つはちょっと難しいんですけども、実際に手玉をついてみる。であまり強くつくと、球を痛めてしまう危険性もあるので、軽めで練習します。でこれの難しいところは、先端がこのストロークトレーナーをつけることによって重くなっているので、みこしがものすごい大きく出やすい状態になっています。ちょっとでも例えば右をついてしまうと大きくコースが逸れてしまいます。より正確に中心をつく練習ですね。今比較的まっすぐつけたと思うんですけども、こういう感じで、本当に中心をつく。でさらに難しいんですけども、実際ストップショットですね、これもかなり正確に中心をつけてないと、できることが、成功させることが難しいので、まずはこのストローク素振りで練習して、それが安定してきたら実際に手玉を軽くついて練習すると、まっすぐ触れた時の感覚というですね、そういうのが非常に分かりやすいと思います。ぜひ試してみてください。